河原の続きからですね。あーボロいな。開ける。調べるものあるかな？ないかな？ないか。ほら来い。はい。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたくあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああそこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。ここで働くの？やだね。はい。じゃあまずは仕事をやりましょうかね。近いところから。自分はですね、この河原編の最後までは、動画で見てしまったので、はい、知ってます。大体の話の本筋はね。まあ、逆にそれ以上は知らないんで、そっから先の方がむしろ楽しみですね。壊れてるやんけ。はい。あ、揺らすの？分かった。あ、コントローラー揺らすの？あ、そう。はい。アナログな方法で洗うしかないと。いいね、声でいろいろとできるのすごいな。今でもあるけど、そういうのはなかなかね、普及してないもんね、全然。こんにちは、アリスちゃん。てか、さっき勝手に部品注文したけど、誰が払うんだろう。もう勝手に支払ってることになるのかな。カーラ！はい、トット。ビールを持ってこい！はーい。つく。ビールもだけど、この辺この辺洗いたいな。ビール、ビール、はいはい。ビールばっか飲んでんじゃねえぞ。はい、どうぞ。アイスホッケー見てる。これ実写か？何見てんだ。さっさとこっから失せろ。聞こえないのか、失せろって言ったろ。作業に戻ります。見るぐらいいいじゃないですか。やだやだ、もう。あ、お、つける、つける。これ何？あ、ルンバ、ルンバじゃね、これルンバでしょ、これ。いいね、ルンバはちゃんとあるんだね、この家な。ルンバって言うのかわかんねえけど。お、遊んでる。あら、あら、アリス、かわいい。今すぐにそれをやめろ。いいじゃない。たくイライラさせやがって。なんだってんだよ。ほんとこういう男嫌いだわ。あとは、ゴミを片付けましょう。お、あ、そうか。これか。はいはい、はいはい。ゴミ捨てます。
洗面台の方は大丈夫なのかな。うわ汚いねここも。男で一人一つで女の子を育ててる感じか。はい、ピザ頼みすぎだろ。どんだけピザ頼むねん。でリビングのテーブル、リビングのテーブルこっちじゃないよね多分。何見てんだろう。あ、ちょっと見えねえ。あれ何してんの？ね？何それ？不思議の国のアリスかな。そんなっぽい気がする。はいはいはい。ほんとピザしか食ってねえな。よう入ったなそれ。入らねえでしょそんな。4次元ポケットがよ。はい。あでもあの取っていいな。ああいうのいいよね、汚くならないから。おおくれ。あこれはあれかな、請求書かな。はい。ほい。天気悪いな。うん。うん。ああ、なんか都市開発が進んでる感じなのかな。ああ、そういう感じか。多分ここにあの写真にあるような都市を作ろうとしてるんだろうな。けど、ああでもそうなってくるとここら辺にいる人たちなんか立ち退きとか言われるんじゃないの？よくわかんないけど、はい入ります。せちがれ世の中だ。まあ報告する前にちょっと、お、これはなんだ？読む。スポーツ、オールスポーツ。あ、これ見たことないな。193キロってすごいな。アンドロイド、あ、各9台一体のみ導入可能なアンドロイドなんだ。193キロとか、ねえ、投げられたらどうしようもないよね。なんかスポーツ界にまでアンドロイドが来るのはどうなのかな。何うるさいね。大陸横断、輸送革命に揺れるカリフォルニア。ほう、サブチューブ。ほう、リニアモーターカーみたいなことなのかな。なんだっけ、現実のリニアモーターカーってそのあまり現実的じゃないんだっけ。なんかよくわかんないけど、アンドロイドとかならその辺もなんかあまり、うん、大丈夫っぽい感じするね。その人形なんだろう。狐なのかな。まあちょっと報告もだけど、ここ片付けたいんだよな個人的に。お、ここは、あ、庭に出れる、庭に出れる。ここなんかあるじゃん。あ、何個かなんかある。自由に動けるうちになんかいろいろ調べたいんだよね。あれ、あっちかあっちか。ん、ここ何人？
見る見る、お、うん、何今の、何あ、なこっちからバス停の方に行けるよみたいな、そんな感じか。それを見てどうするんだろう。手に取る、あ、洗濯物入れよう。あ、でもこういうアンドロイドいたら確かに便利だね。お、お、どうした、どうした、アリスちゃん。これで全部かな。割といい家なんだけどね。綺麗にしたらもっといい家になりそうだけど。遊ぶ。退屈そうね。私と一緒に遊ぶ？庭好き？よくここで遊ぶの？あ、でも親密になったぞ。でもすごいな、でも完全に人間じゃんね。ここまで辛抱するのかな。まあ逆にちょっと怖い気もするけどね。洗い直しましょう。洗濯洗濯、はい、手に取る、お、洗剤いっぱいあるやん。粉羽ね粉末、粉末羽ね、液じゃなくて。ん、あ、な、え、何それ。レッドアイス、リチウム、シリウム、トルセン、薬。あ、おい、俺のもの漁るんじゃねえ。こんなとこに置いとく方が悪いんでしょ。いいか、俺を怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、トット。そんな分かりやすいところに置いてるのが悪いんでしょうよ。あいつ嫌い。洗ったね。アイロンとかかけなくていいのかな。まあ、これでとりあえずいくかな。スキャン、スキャンはいいか。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、戻ってきました。のちょっと設定変えようと思ったんですけどね。この回すのとかもうちょっとスピード速くしたいなと思ったんですけど、ちょっとできなかったんで。それはさっき調べたのかな。お、あれはなんだ。何歯入ってんの。なんか赤い煙出てる。あ、それがレッドアイス。つまり薬やってんのか今。もう見るからにヤバそうだよねこれ。これで全部かな。あとは報告しましょう。 OK、 はい、1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくる。これ主観視点とかできねえのかな。あ、それでそうやってするんだ。うわ、上もう明らかにやばいでしょこれ。わ、決めちゃってるわ、決めてるわこれ。赤い煙ってやばいわあれ。お、
ルンバちゃんまだ頑張ってるね。友達とかいないのかな、リスちゃんね。かわいい人形ね。名前は？うん。まだちょっと警戒してるというか、そういう感じじゃないかな。うん、じゃあ2階に行きましょうかね。ほい。じゃあまあここかな。ベッドを整える、片付ける。読む。あ、スポーツ、またスポーツ。アンドロイドクォーターバックだっけ。クォーターバックかな。アメフトの知識はアイシールド21しか知らねえ。うん。え？それはすごいな。あ、プロアメリカンフットボールは人間のみで行われる数少ない競技の一つ。あ、アメフトだけはアンドロイドを使ってないのか。なるほど。あ、でもそんな中でそのすんごい投げれるというか、すごいアメフト用のアンドロイドが開発されたっていう感じか。で、そのこのサイバーライフっていう会社がそのアンドロイドを作ってる会社で、そのサイバーライフはアメフト界にもアンドロイドを普及させようと。なるほどね。バスケと野球ではすでにアンドロイドが活躍。なんかこういうスポーツとかは人間だけでやってほしいかな。命の値段。自動運転。そうね。いやでも自動運転って怖いよ。だって予測してないことが絶対起こるじゃないですか。それを止まればいいっていうわけでもないし、右に避けるか左に避けるかだけでもなんかもう話が違ってくるような場面もあるし、現実世界でも自動運転をどうのこうのなってるけどね。あのね、お年寄りとかが乗るときはね、その自動運転とかあった方がいいと思う。うん。最近もね、なんか、お年寄りが運転した車が、子供の列に突っ込んだとかいう事件がよく、本当によく聞くんで、何歳以上の人が車乗るときは自動運転にするとか、なんかそういう法整備みたいなのも作られたらいいかな。我々の願いは車が最良の選択をすること。最良ね。右に避けたら子供が死んで、左に避けたらお年寄りが死んでしまうっていうような状況になった時、コンピューターはどういう決断を下すんでしょうね。怖いね、そういうのは。ちょっとね、まあ、正直命まで AI に預けたくないかな、そういうので。お、うん、ちょっとなんかまだ調べるのがあったね、こっちの方ね。抗うつ剤。お、拳銃だ。拳銃がここにあるっていうのを知っちゃいましたよ。片付ける。エレキギター。バンドがなんかやってたのかな。
今じゃただの飲んだくれの薬中野郎ですけども、うん、何？お？ちょっと反応したね。今の何？今の何だった？今の何だったんだろう。それ請求書がなんかじゃないのか。こんなところにポテチをぶちまけとくなよ。あ、換気しよう換気しよう。絶対これあれだよ、悪い空気入ってきてるよ。片付けましょう。いいね、片付けたね。電源を入れる。それではスポーツです。まずはバスケットボール。今夜デトロイトのサイバーライフアリーナでギアーズがデンバーとの大事な一戦を控える中、現在も引き続きアンドロイド選手の参加を認めるか否かのリーグ交渉が行われています。この変更により試合がさらに盛り上がるのではという期待もあるものの、もうな、時間の問題な感じするな。お、アニメだ。すげえな、これ一個一個作ったの？わざわざ？これ丸々30分アニメとかだったらどうしよう。やめとくわ。それはやばいね。急にアメフトの試合になった。失業者が止まらない。あ、それなのに新工場とか作ってんだ。アンドロイド戦闘部隊。まあ戦同様とか、そりゃね、開発されるよね。なんだとこの野郎、せっかくお前の部屋片付けたのに、なんじゃそりゃ。おい、汚ねえな、あの男がやった後って。つまり2階しかないのか、トイレが。変わった家ですね。ここは風呂場か。お風呂場。おい、俺だいぶスローペースでやってますよね。でもね、これね、大事に一個一個やっていきたいんですよ、自分。すいませんね、多分一本の動画の尺がすげえ長くなると思う。うん、お、カーラ美人さんだな。うん、スキャン、あれか、モップがけか。ちょっと待って、なんかもう一個、浴室を掃除。あ、はいはいはい、はい、使いましょう。いまだにそういうモップあるの？はい、タッチパッドをスリ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 してますよ。お、ピカピカになった。モップがけした。浴槽を片付けました。よしよしよし。まあでも家が綺麗になっていくのを見るのは気持ちいいね。じゃあここがアリスちゃんの部屋かな。こんにちは。お部屋のお片付けをさせてね。うん、ごめんね。2分で終わるからいい？2分？ 2分でやれってか。勝手に閉じるんじゃないよ。不思議の国のアリス。そうよね。アリスっていい名前だね。しかし、お、秘密基地みたいなテント張ってる。おお、ちょっと待って、ちゃんと、あ、ちゃんと
またぐ、すごい。これ何？お、鍵か。なんか自分もなんか昔自分の部屋でなんか秘密基地みたいなことやってたな。これなんかコントローラー振るの慣れねえな。なんとかできねえのかな。え？今何がアンロックされたの？日干ししないと。まず。アリスに話しかける。ちょっと待ってね。ん？読書が好きなのね。いいんじゃないの？あとは？あとアリスちゃんに話しかけるぐらいかな。お願い？私は記憶が消されてしまったの。私が前のことを思い出せるように、よかったらあなた手伝ってくれる？ああ、なるほど。母親聞きたいけど。好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか私に教えてくれない？あ、カーラの名前聞こう。あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？あんま聞きたくないけど、ちょっと母親聞こうかな。お母さんはどこ？もうすぐ下がりそうだけどな、好感度。ああ、やっぱり下がったわ。まあ、ちょっとデリケートな部分やっちゃったかな。ルート解除。キーブレード。これで開くのか。はい。オルゴール？ん？四つ葉のクローバー。あら、あの親父イケメンやったんやな。アリスちゃんもすげえかわいい。ん？血？これアリスか。え？さっきのじゃあアリスってことは虐待かなんかされてたのかな。あ、これアンドロイドかな。うん。え？壊されたのか、あの親父に。ひでえ。で、アリスちゃんはそれを教えてくれたんだね。なるほど。もうここされたくないね。そりゃそうだ。うわぁ、作業してますね。ん？何してる？あ、遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。ん？
仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんだ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺にはわかってんだ。さあ言え、憎いんだろう。やめろや。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる、分かってるだろ。子供に当たってもしょうがないでしょう。新たな我が家。複雑だね。なんだろう、あの父ちゃんもあれだっけ、仕事をアンドロイドに奪われたんだっけな。おー、あ、なんか一個やってない。うん、多分なんか一個調べてないな。世界の選択を見てみよう。まあでもほとんど埋めてる感じですよね。下に降りる道に気づく。でこっから先が自分多分初見かな。詳しく覚えてないんですけど。なるほど、じゃあ続けていきましょうかね。これ誰だ。あ、マーカスくんじゃん。なんか主人公となる3人のアンドロイドを中心に物語が進んでいくみたいです。ただいま。品物を置く。品物を置く前に、開ける？それもアンドロイド？これ全部、うおーすげえ、本物そっくり。イケメンだな。お、脱いだ。2回でカールを起こす。なるほど。さっきの絵の具か。そういうことかな。おー、なんかいろいろ調べるものがありますかな。手に取る、はい。あ、食事の準備かな。うわー、おしゃれー、おしゃれねー。あー、持ってていいの。はいはいはい、置きます。すげえおしゃれ。お、ここの部屋は、この部屋なんかいっぱいあるな。ちょっと待って、でもこっちまだ調べるのない。大丈夫かな。うわー、なんかすげえおしゃれここ、すげえな。カールっていうのがご主人様かな。
これは冷蔵庫かな。ちょっと起こす前になんかいろいろ調べたいな。これテレビか。北極、ロシアが欲しがる理由とは。来い。氷に覆われた宝。はあ、はあはあはあ。北極にそのアンドロイドに必要な、鉱石かシリウムっていう、あ、シリウムの合成に使用される貴重な鉱石、つまりあの北極に鉱石があるからアンドロイドに必要な、だからそれをロシアが欲しがってると。まあ、そら欲しがるわやな、こんな世の中になったら。はあ、なんかめんどくさいことになってると。衛星タイタンに生命体。タイタン。地球外生命体。あ、でもこれだけなんか技術が進歩した世界ならアンドロイドをね、あ、そうそうそう、アンドロイド用調査隊、そうね、アンドロイドが宇宙に行けるんだったらもっといろいろとできそうな気がするけど、調べるのだってね、多分アンドロイドだったら空気とかいらないでしょう。まあ便利な世の中になったなっていう反面で、やっぱりいろんなところで問題が起きてる感じなのかな。これ何？地球儀だ。なぜ回した？なぜ回したの？お、キリンさんの首はどうして長いの？これ何？剥製？もしかして剥製だったらすげえな。家にキリンの剥製があんの？それはすごいけど、これは試す。お、まあアンドロイドだったら弾けるのか、簡単に。ここ開いたね。ここ何？おーおおおおおおおかっけー。アトリエか。やっぱ芸術家なんだね、そのカールっていう人は。うわ、なんかいっぱいある。すげえ、すげえな。ここ入ったら全面開いたぞ。片付ける。片付けるの？はい。ああ、いいね。何がいいのかよくわかんないけど。なんか、ああいう箱ってなんか好きなんだよな。ああいうなんか、わかるかな。ここ、あ、ここ。はいはい。はいはい。いいのかな、カールさんを起こす前にそんないろいろいじっていいのかな。まあ片付けてるだけだからいいよね。次これかな。おい、これは何？画用紙みたいな。すごいな、この機械。何これ、なんだろう。ここに座って書くのかな。お、ここは、あ、片付ける。はい。ここでも換気よくしとかないとやばそうだね。わ、すげえな。
とりあえずこれで全部かな、ここは。まあ、調べるものもないかな、とりあえず。まあ、じゃあ、2階にそのカールさんを。おっと、なんか今、反応しなかった？あ。何？なんか大事なもんでもあるのかな、こう。暖炉塞がってるのかな、これ。まあいいや。じゃあここは窓か。じゃあそのカールさん起こしに行こうかな。でっけえな。もう芸術はわかんねえわ、わたさ。わたさ芸術とかわかんねえわ。まあなんかすごいんやろうなっていうのは、なんとなくわかるけど。これ何ザウルス？恐竜さんだぞん？恐竜さんだどん。こういうところなんか調べていきたいんだよな。多分私相当スローペースだと思うな、これな。多分あんまりカットしないと思うんですよね、これに関しては。うん。ちょっと申し訳ないですけど、好きなようにやらせていただきます。おーっと、人いた。カーテンを開ける。はい。はい。お、まぶしい。タトゥーしてる。おはよう、カール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度。湿度 80% で、午後には小雨が降るかもしれないそうです。なるほど。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。せやな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。そこがお前と私の違いだな。調べるものは？あ、マーカス。お前は物忘れをしない。アンドロイドだからね。おい。あ、これが注射。それじゃ腕を出してください。いや。カール。どうも。このじいちゃん可愛いな、なんか。起きて早々歯を食いしばれというのか。はい。はい、ちょっとチクッとしますよ。人間は脆い機械だ。いとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。おい。その服はどうした？ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。それな。怪我をしていないといいが。ああ、いえ。押し倒されただけですよ。平気です。これでよし。それじゃあお風呂に行きましょう。なんかこの二人の関係性いいな。なんだろ。このカールおじさんはすごくアンドロイドのことを分かってくれてるというか、大事にしてくれてるなっていうのが伝わってくるな。うわ、怖っ。何あの猫。まあ介護とかに関してはアンドロイドとかいた方が絶対いいよね。そう、人手が足りないところにアンドロイドを入れるっていうのは絶対いいと思う。介護職とか特に、こんなアンドロイドいたらもう完璧でしょう。今日は何かよ。うん。介護の現場は本当に人が足りないって聞くからね。だからこういうアンドロイドがいたら本当に
問題をバッチリ解決してくれそうだ。ええ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ。責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。まだ決めていなかったな。まあ、特に調べるのないのかな。また後で決めるとしよう。他には、はい、ファンからのメールです。返信しておきました。レオから連絡は？レオ？いいえ、カール。お電話します。わ、すげえ、何それ、楽しそう。その必要はない。すごいな、ハイテク。もうここに来る前に調べるものはもうほとんど調べて、なんか新しく増えたとかないよな。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。ありがとう。いや、はい、どうぞ。テレビオン。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、そうします。自由、自由ね。お、なんか調べられるのが増えてるよ。あの窓側にあるなんだろう。これ何？チェス？チェスかな？プレイする。ええ。座る。一人で、あ、並べ替えたのか。私と一戦どうかな。え、遊べんの？ぜひ。スピードチェス。ほう。スピードチェスで。え？早っ。引き分けとは妙だな。あなたがお強いんですよ。チェスほど嘘はうまくないようだな。私に勝ち目など初めからないだろう。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。あれ、なんかまだ調べるようなとこあったような気がするんだけど、早いな。しかしあんなスピードでチェスやれんの。なんかあっちの方に調べるようなのあったような気がしたんだけど、まあいっか。今のなんだろう、逆に勝った方が良かったのかな。まあいいや。ほいほい、はい。おおおお、かっこいい。よし、前回の続きだ。いいね。シートを剥がしてくれ。シート？あ、これ絵なの？いい、はい。でけえ。うわ、これなんだろう。何の絵？わかんねえ。新しい指示を待つ。何
調べるものは特にはないかな。このカールおじさんがいなくなったら、まあ、記憶リセットしてまた売りに出されるとかそういうサイクルじゃないのかな、この世界は。そういうあれじゃないのかな。やることないからずっと見てよ。これを見てどう思うんだろう、アンドロイドは。意見を聞かせてくれ。いやまあ好きでいいんじゃないの。この家には何かが秘められている、うん、何かは分かりません。でも僕は好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。ん？筆を取って書いてみなさい。おう。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。何でも。アンドロイドに何でもというその選択肢。本当にこういうの使ってるんだね、すごいな。書く題材を決める。へえ。カールの絵を描く。どうぞ。机だ。カールさんの絵をそのまま描いてもなんかあれだから、そのごちゃっとしてる逆に机を描いてみようかな。はいはい。おお、描いてる。はい。おお、うまっ。これは現実の完璧な複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。ほう。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされていません。さあほら、筆とそのキャンバスを使って。なんだろう、なんか試されてる。アンドロイド以上のことをさせようとしてる。目を閉じてみなさい。いいから、はあ、大丈夫だ。はい。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。アンドロイドにすげー。そして自分の感情に意識を集中させて気の向くままに筆を動かすんだ。アンドロイドにすげー難しいこと言ってる。え？アンドロイド、運命、希望、苦悩、悲しみ、希望。なんかアンドロイド、本当になんか人間っぽいことさせようとしてるのかな、この人。はい。すごい、何これ。手。素晴らしい。誰？レオ、親父。レオ。あ、レオ。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。
どうした？具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ、親父、金が必要なんだよ。またか。この前渡したばかりだろう。ああ、ほら、すぐなくなっちまうんだ。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。ええよ、私に嘘をつくな。ないから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。ああ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろうな。こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。レオ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。単純になんだあいつだと言いたいけど、まあなんだろう、カールさんが子供の頃から愛情を注げなかったのかなってなんか今度年になると思っちゃうよね。だからそのレオが言ってた通り、本当に昔からその絵ばっかりになんか興味が移ってて、やっぱ家族のこととかはほっぽり出して縁に夢中だったのかなって思っちゃうよね。じゃあ世界の選択を見て、暇つぶし3択、あ、なんか3つあったのかな、これ。やれることが引き分け 10% 負ける、でも勝つと引き分けがほぼほぼ一緒って感じが。あ、でもそもそもこのチェスをプレイする選択をした人が割と少ないのかな。他に何があったんだろう。カール、銅像を描いた人が若干多いのか。アンドロイド、アンドロイドを描いた人少な、9%。 アイデンティティがすげえ多い。なんか俺なんか感性おかしいのかな。なるほど。なんかこのレオがなんかいらんことしてきそうな気するな、この後。なるほど。はい、では、今回はこんな感じで終わりたいと思います。やっぱすごいストーリーに引き込まれますね。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。